オレンジの泉です。田中です。西口まみです。この番組は三重県美浜町紀北町のうまいもんをご紹介する紀北ニア商店です。インターネット販売サイト紀北ニア商店で販売されているうまいもんを私たちがどんどん紹介していきますね。さあ西口さん、今回ご紹介してくれるのは何でしょうか。はい、唐揚げ、はちみつレモン、アジの干物です。僕たちはこのね、吉田の唐揚げのロケに行ってきたんだよね。誰と行ったの。めちゃくちゃ大好きなアイニャンと行ってきました。それでは VTR どうぞ。さあ今回紹介するのはこちらですね、はい、うんうん、酒の魚吉田さん、うんうん、何屋さんですか。ここ唐揚げがむっちゃくちゃうまいって。唐揚げ、今回オレンジの2人とアイニャンが向かったのは紀北町の酒の魚吉田さん。紀北町で絶大な人気を誇る吉田の唐揚げは地元だけでなく遠方からも買い求めに来る方も少なくありません。さてその秘密は。大きな唐揚げ、うん、最初こっちでかい、はい、うちの自慢の、あの若鶏の唐揚げになります。一般的に皆さんあの生姜とか、うん、ニンニクとか入れられると思うんですけど、うん、うちは一切入れてないんですよ。まあ醤油と、あと塩と胡椒と、でもう一つうちの誰にも言えない調味料の一つで、それは何ですか。それはちょっとカップルに惹かれかねないですよ。しれーと言いそうやったから。あちょっとこれ食べたいからね、いただこうよ。食べましょうよ。アイニャン唐揚げ大好き。大好きです。あもうちょっともうアイニャンちょっと最初に食べて。うん、サクサクですわ。なんで、身プリプリやわ、やっぱ、はい、めっちゃ美味しい。あら、うん、最高やん。多分その秘伝の何かがパンチ効いてますね。 ありがとうございます。何やろ。何ですか。それはですねトラップするハマりやん。アイニャンのところトロって言いそうやわ。もうちょっと言いそうやったのに。もうちょっと言いそうやったな。惜しかったわ。おいしい。うまい、うん、もうちょっと俺も食べて。どうぞ。あの手で、はい、いこうかな。はい、うわでも重いわ。大きいですね。いただきます。はい、どうぞ。あうまいなありがとうございます。この側がサクッとね、はい、うん、うん、で中の身がびっしり入ってるから、はい、めちゃめちゃジューシー。ねえ、すみません、いただきます、うん、かぶりつきます、うん、おいしい。ありがとうございます。なあ、めっちゃおいしい、うん、うまいわ。これはお酒欲しくなりますね、うんうん、いや大きいし食べ応えあるし、うん、めっちゃ美味しい。これうまいな。いやでもアイニャンこの唐揚げはもちろん、ね、はい、食べて美味しかった。美味しいよね。ありがとうございます。このお店でしか食べれないって。最近インターネットの方でも、はい、お客さんの方からあの送ってくださいっていう声もかかりましたんで、ね、まあ、僕らも一回挑戦してみようかっていう形になりまして、でやり始めました。大将、はい、その商品はどこにあるんですか。どうぞ、こちらです。うわお今田さんパクってるやん。パクってます。カリカリやった。いやだけど実際どうやって、これはねもうすぐ溶けますんで、はい、もう油で8分9分揚げてもらって、でこれと同じようにあとの先ほどのあのお塩もつけて、はい、あのセットで販売しますんで。隠し味の塩もついて。そうです。ほんまにできるかどうかもちょっと不安違う。いやこれはね、誰でもパリッといくんですよ。ちょっとね、はい、まあ、見ときたいじゃないけど、はい、女なんだなっていう。どうぞどうぞ。そうですよね。え、見してもらえますか。はい、ほなちょっとアイニャン、ちょっといいんですか、はい、確認させてもらいますよ。はい、上がってなかったら上がってない、はい、自信持ってますんで。わー、すみません。じゃあ行きましょう。はい、言えばよりだけど、まあ、すみません、増えたんですけど、ちょっとお願いします。はいはい、めっちゃうまかったよ。うん、いいですね。ほんま唐揚げ好き、誰でも好きじゃないですか。唐揚げ嫌いな人いないんですよ。嫌いな人おらへんと思うね。もう愛好会作ろうや、俺会長、副会長。
お前なんやねん会員まあそうやけど、これ実際にあの美味しい唐揚げをね、じゃあご家庭で簡単にできるのかっていう不安もあるじゃないですか。そうですよ、ほんま簡単にできるんですよ、はい、まずこちらご覧ください、どうぞ。大将、実際にちょっとほんまに簡単にできるのかちょっと見させてください、うん、はい、揚げますんで、これ普通の油ですよね。そうですね。で、あの袋から開けたまんま、開けたまんまの同じ唐揚げになります。確かに何もつけんでいいっていうのは楽ですね。そうですね、あ、そうか、その状態で、はい、ほんまに油を熱したらいいだけですもんね。そうです、この状態で8分9分置いてもらったら上がりますんで、さっきみたいになる、はい、8分9分だともうすぐですね。そうですね、あんだけ大きさがあるからね。そうですね、やっぱあの大きさ、あのやっぱ大きくした感じもなんかあるんですか、うん、大きい方が食べ応えもありますんでね。あります、はい、ボリュームがすごいですもんね。そうですね、やっぱり骨なしよりは、ね、骨付きの方がやっぱ骨から味も出ますんでね。あ、やっぱ出てるんですか。そうですね、旨味が出ますね。旨味が、はい、お、上がりましたか。はい、あ、これで上がりましたんで、めっちゃいい色、はい、で、これですごい、あ、さっきの、さっきのお塩、お塩です。あ、これもついてくるんでしょ。そうです、これも用意させてもらってます。揚げた後にかけて完成。そうですね、これで完成。うわ、簡単にできましたね、はい、すごい、はい、うわ、美味しそうやわ、美味しそう。ここに今大将が揚げてくれた唐揚げやねんけど、うん、はい、食べてみ、いただきます。カメラさんに向かって、はい、うん、いただきます。あ、いい音。あ、いい音や。おいしい。ありがとうございます。さっきと全く一緒。めっちゃ美味しいです。ありがとうございます。最高ですもん。まあだけどアイニャンは今回、はい、からの新レギュラーということですけども、はい、記憶はどうですか。いや、もう美味しいものが多すぎてびっくりしました。そう、やっぱりそれこそ、まあ、お魚ももちろんね、海が近いから美味しいですし、はい、こういうふうに吉田さんのとこみたいにこういう唐揚げもありますし、なんか幅広い商品がいっぱい、美味しいものが詰まってる街やなと思いました。あ、てっちゃんはどうですか。いや、僕は今回ね、アイニャンが入ってくれたことによって安心しましたね。より仕事をしなくなったまあ今回一回ね、うん、番組終わりますけど、はい、また今年も2020年も引き続き、うん、ちょっとね、記憶にや焦点ができるように、うん、ちょっとまた再開をして、うん、そうですね、はい、またよろしくお願いします。またお会いしましょう。じゃあ田中さん、さようなら。いや、卒業生、ありがとうございました。卒業生でいいよ、また見てね万世みたいな、終わりや言うてんのに最終回やねん、また見てね、言うてるよ、また会いましょうノンアルコールビールやで、もういっぱいいやね、ほんまに見た通りでしょ、美味しそうでしたね、うん、あんなに簡単にできるんですね。そう、ほんまに普通に油でね、はい、揚げるだけで、うん、だからこれね、うん、お店で食べるのとこちらの商品と味一緒なんですよ、うん、めっちゃ美味しい。だから誰がやっても味変わらへんし、いいですね、うん、でちょっとね、お塩のパウダー、うん、こちらね、アクセントでちゃんとそれもついてくるんで、うん、いや嬉しい、はあ、でも唐揚げだけじゃなくて吉田さんのところはいろんな他のね、美味しいメニューがたくさんあるので、ぜひ吉田さんにね、はい、足運んでみてください。でもやっぱり皆様に今日ご紹介している唐揚げ、はい、こちらをね、ご家庭でね、ぜひ堪能してもらいたいと思います、はい、おさらいお願いします、はい、紀北町で絶大な人気を誇る酒の魚吉田の唐揚げ、ニンニク生姜を一切使わず秘伝の隠し味で味付けされたジューシーな鶏の旨味とサクサクの食感がやみつきになります。お家で揚げるだけで名店の味、吉田の唐揚げはインターネット販売サイト紀北ニア商店でお買い求めください。続いては西口さん、はい、野村養蜂園の熊野古道の蜂蜜レモンと丸富商店の干物アジの開きです。八上テラスに行ってきました、ご覧ください。まずはこちら、野村養蜂園の熊野古道の蜂蜜レモンです。紀州産の蜂蜜と紀州産のレモンを使用した優しい甘みと爽やかな酸味が楽しい飲み物です。通常はお水やお湯で割っていただきますが、今回はお料理に使いますよ。
続いてはこちら、丸富商店のアジ開き。その日水揚げされた新鮮なアジを昔ながらの手作りで美味しい干物に仕上げました。魚の卸問屋でもある丸富商店だからこそできる本物の味です。お二人の前ご覧ください。美味しそうですね。今回この2つの料理を用意させていただきました。こちらの料理何でしょうか。はい、野村養蜂園の熊野古道の蜂蜜レモンは、うん、サラダチキンの蜂蜜レモンソースがけに、はい、そして丸富商店のアジの開きは、うん、シンプルにして最高の食べ方、焼いたものをお召し上がりください。さすが海の町ですね。もうここはもうこのまんまでいきましょうと。わ、うん、かりました。じゃあてっちゃん、はい、食べてみましょう。いただきます。はい、まずこちら蜂蜜のチキンいただきますね。いただきます。どうですか。ん、美味しい。さっぱりしてる。美味しい。めちゃめちゃなんか甘いのかなと思ったら、うん、ほんのり甘さでさっぱりの方が先行しますね。これでも蜂蜜、うん、はい、蜂蜜レモンを、実は蜂蜜レモンってこれをあの片栗粉で少しとろみをつけただけのソースなんですよ。他に調味してません。シンプルな感じで。そうなんです。合うね。うん、僕ちょっとこう蜂蜜レモンの甘さがどうなのかなと思ったけど、甘みもいけるね。うん、うん、うまい。ちょっと西口さん、はい、私もいただきます。どうですか。チキンって柑橘が合うんですよね。西口さんも、はい、結構柑橘系のやつをチキンと一緒にしたりとかする。使いますね。はい、柑橘 の皮を煮詰めて、うん、砂糖で煮詰めたものと一緒に、うん、このチキンを焼いたりとか、それも美味しいんですよ。でもちょっと横に置いてるこの干物、こちらもあるんで、はい、ちょっとえっちゃんこれいこう。いただきましょうかね。はい、アジの干物。そうです。こっちの干物って大きいですよね。肉厚なんですよね。肉厚やな。いただきます。はい、お願いします。いただきます。うん。美味しい。うわ、身がものすごい引き締まってます。美味しい。そう。うん、やっぱ魚の町ですからね、こちら紀北町はね。いや、何もせずにこのこれだけで行くっていうのはものすごい自信がないとあかんしね。いただきます。うまい。なんやろ、ほんまにこの魚のうまみがむちゃくちゃありますね。でやっぱりあの大きいから食べ応えがあるから、ここもまた嬉しいけど、あーうまい干物だね本当に。もうとにかく皆さんもご家庭でもういろいろ出ましたから、はい、ぜひ一度楽しんでみてください。それではおさらいお願いします。はい、野村養蜂園の熊野古道の蜂蜜レモン、紀州産の蜂蜜と紀州産のレモンを使用した優しい甘みと爽やかな酸味が楽しい飲み物です。冷水やお湯で割ってお楽しみください。丸富商店のアジ開き、その日水揚げされた新鮮なアジを昔ながらの手作りで美味しい干物に仕上げました。鮮魚にしか出せない色とツヤ、魚の卸問屋でもある丸富商店だからこそできる本物の味です。まあ、今回もうまいものたくさんございましたよね。はい、てっちゃんどうだった。僕はねやっぱり唐揚げがねもう美味しかったですね。ちょっとアクセントの塩味とかも最高だもんね。最高です。大きいし簡単にできますからね。うん、西口さんどうですか。私はこの蜂蜜レモンがお菓子作りも好きなんでいろいろと使えるなと思って欲しいんですよ。そうするよね。うん、僕はこの干物、うん、もう大きいし食べ応えあるし、なんてたってこのね紀北は海の町ですからね。うん、そこで採れてる干物もう最高ですからね。うん、さあ我々のこの紀北には商店もですね4ヶ月にわたって放送してきましたが、まあ、今回で最終回となりました。まあ、だけど番組は一旦終わりますが、こちらのねインターネット販売サイトの紀北には商店では引き続きお買い物たくさんできますからね、うまいものを検索していただいて、はい、ぜひお買い求めください。また皆さんお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。